今月二十八日に投票が行われる香川県知事選挙は。新人同士の一騎打ちとなっています。少子化対策など、香川が直面する課題に対する。二人の候補者の考えです。香川県知事選挙に立候補しているのは。届出順に。ともに無所属新人で。共産党から推薦を受ける。中谷浩一氏、六十一歳と。自民。 公明立憲民主国民民主の推薦を受ける池田豊宏氏61歳のお二人です。若い人が家庭を持って子供を育てて、そしてこの香川の未来を担っていくそういう土壌土台がやっぱりないと思います。子供の医療費を高校卒業まで無料にするとか。 そういう大学,大学や高等学校へ行くときの奨学金制度これを給付制に県で作るとかいろいろやれることはあると思います子育てがしやすいという県を目指したいと思います学校給食の負担の軽減や子ども食堂の充実こういったことを通じてですね えー、安心して食べるものに心配することが、えー、なく、ですね安心して学べる、こういう社会を目指したいと思います県内の GDP の総生産というのは、この10年間、3.8兆円でずっと横ばいなんです。だから経済成長全然してないいんですよこ、まあ、こういうところも 県の政治の光の当て方というのが弱い,弱いんじゃないかなと思いますね暮らしている中で出てくる声にしっかり県政がまた市や町とも力を合わせて答えていくと IT などを通じていわゆるスタートアップっていう方がたくさん出てきておられます事業を始める企業の初めの段階っていうのは信用とか資産力とか こういうことで非常に苦労すすると思いますこういうところをですね、ぜひ、県政としても応援したいと。1兆6千億円必要だということで、大阪まで29分間は短縮できるといいますが、1秒当たり2億円かかるんですよね、赤字が生まれたり、また建設するときの借金を。 やはりり県民が被ることになります香川や四国がです、ね、これまで以上に人を広域に呼んでくるためにはです、ね、まあ、高速道路だけではだめで、やはりそういう新幹線、えー、といったあの基礎的なインフラがです、ねえー、何としても必要だというふうにあの思います香川県知事選挙は、今月28日に投票が行われ、即日開票されます。